神農神農神脳、炎カド神農は古代中国の伝承に登場する三皇五帝の一人、人々に医療と農耕の術を教えたという、神農大帝と尊称されていて、医薬と農業を司る神とされている、薬王大帝、五国仙カドとも、神農は医療と農耕の知識を古代の人々に広めた存在であると伝承されており、その名は最古の本草書、 新農本造業の署名にも監され、残されている。伝説によると新農は木材を使って農具を作り、土地を耕作して、五国の種をまき、農耕をすることを人々に伝えた。また、薬となる植物の効用を知らせたとされる。そのために薬草と毒草を見極めようと新農はまず、赤い鞭で百草を払い、それを舐めて薬効や毒性の有無を検証した。 心脳の体は頭部と四肢を除き、栄露透明で、内臓が外からはっきりと見えたという。もし毒があれば内臓が黒くなるので、そこから毒が影響を与える部位を見極めたという。その後、あまりに多くの毒素を服用したために、体に毒素が溜まってしまい、最終的には王子を服用した時亡くなったという。視線症に伝わる民間伝承では、 団長草という草を舐めたのが最後で、蝶がちぎれて死んだともされる。ワイナンコに古代の人は野草、水、好み、ドブガイタニシなど海類を取ったので、時に病気になったり毒に当たったりと多く苦しめられた。このため新王は民衆に五国を栽培することや適切な土地を判断すること、あらゆる植物を吟味して民衆に食用届草の 違い、陰陽水の可否を教え、民衆に知識を広めた。まさにこの時多くの植物を食べたので、新脳は1日に70回も中毒したとある。本草学の始祖であるという伝説的な存在であることから、本草学の書物には、新脳という名を含んだ署名の存在したことが見られるが、その古い時代のものの多くは散逸して残存しているものは少ない。 収益掲示電下に、ふっつぎが没すると新納が収めた。新納は木を加工して、農具を作り、農具のメリットを民衆に教え広めた。これは、駅という毛を参考にしたのだろう。また新納は昼に市場を開き、民衆を呼び寄せた。市場では、あらゆる商品が集まり、人々が交易して帰ると、それぞれは望むものを手に入れていた。これは、 税という家を参考にしたのだろうとある。新納の時代に、物々交換などの交易をする市場や店が初めて、できた、とする伝説も、千ドロンにあり、十八市略などでも、人をして日中に死をなさしめ交易して退くとある。関代に五行説が流行するとともに、南の方角を示す、炎帝角と新納とが、同一視されるようになり、古代中国の帝角として、 歴史書などに記されている。神皇は初代縁帝ともされる。初代縁帝は古代中国の王で、聖は今日、120歳まで生き、調査に葬られたと言われている。もしくは、陳に置いていたところに移し、140年間在位したとも伝えられている。帝王世紀には五源のことを発明し、また、仏っの作った八見を二段に重ね、 さらに研究して 8X8 の64の毛を作ったとある。神脳の末裔たち炎カド神脳氏は皇帝との衝突の後合併、融合した。この子孫が後の漢族とみなされている。精神代に至ると、青春以前に関水流域に居住していた農耕部族のアレキサンダー氏と同一視されるようになった。伝説では炎カドと皇帝は、 異母兄弟であり、国語には、炎ノは商店主が目取った勇士の子で、共に、漢中を流れる京水で生まれた炎ノが、京生を、姫水で生まれた皇帝が、姫生を名乗ったとある。また、帝王世紀には、親王は、母が家用に、遊覧の際、竜の首が現れ、冠王して妊娠し京水で生まれ、体は人間だが、頭は牛の姿であった。 火の徳を持っていたので、炎帝とも呼ぶ。とある。炎帝、神納氏は八代、東賃に置き、五百三十年間続き、炎帝の号を七代にわたって使用したと伝えられている。その後、皇帝の治世が続いたということになっている。神話伝説に登場する神の中にも、炎帝、神納氏の子孫、末裔であると語られる存在が多くいる。 中国国民党の政治家で、中国古代史に深い造形があった五国帝は、その論文の中で炎帝の炎と彼の伝えたと信じられている焼き畑農業の炎との関係を論じている。医薬の素である点から、漢方薬業者や医療従事者などに広く信仰されている。また、日本で新農は新農皇帝の名称で、野市、敵や業界では守護神。 守り本尊として数形されている。これは、神王の時代に、物々交換などの交易をする史上が始められたこと、また、神王の子孫であるとされる、ユーズ王が、日本で初めての露天商であるという伝説などが理由であると、されてきた。儀式では、祭壇中央に掛け軸が祀られるほか、バクトの任境道に相当するモラルを、神王道と称している。 ABC 演歌長、鈴木博士役、中国の神話伝説上、青二社、1993年175から183ページ、増田福太郎、台湾の宗教農村を中心とする宗教、研究マイナス要件九1939年、40から41ページ本蔵通信第28号2010年6月30日付、PDF ファイルは否語。 おさむつとむくん、ふるじゃ、とみゆでくさのみみず、さいじゅもくのみのる、しょくのにく、じたしつびょうどくしょうのがい、おぜしんのうのしきょうみんはしゅごこく、あいとちよ、そうしつこえこうげ、かつてもぐさのじみ、みずせんのかんく、れいみんちしょへきおさむ。とうこれのとき、ついたちじぐうななじゅうどくしゅうえき、けいじでんかほうぎしぼつ、しんのうしさく。ぎためし、もみきためらい、らいどうのおり。 意境添加、二鳥ど書駅。日中試し、松室殿下の民、厚む殿下の家、公益事態、獲得そのところ、二鳥ど書税。ABC 帝王世紀、学者間でも多くの議論がなされて、2004年に開かれた中国の学会では、同一で一様の合意を見たようである。ヤンダンケン、洋日がシアした、インヤンリウエンファエン帝文化、十五、ウィキペディア英語版 EN、 ヤンエンペラー、オソドヒロシ、審判官報の歴史、中国、日本の伝統医学、大衆館書店、アジアブックス例76、41ページ。ISBN 9長7844億6923万3162。国語、KC、ザ・チャイニーズ・ヘリテッジ、ニューヨーク、クラウン・プブディシャース、佐藤一洋、新郎のユライフ。 ヤシトラの巻1930年、新納者、ありがとうございます。